いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どんな体型をしているんだ。体が気になるの？そうだな、スタイルには気を使ってる方かな。女の子は優しく扱わないとダメよ。優しいだけじゃつまらないけどね。どんな顔をしているんだ。どんな顔が好きなのかしら。最近よくテレビに出てるアイドルに似てるって言われるかな。小悪魔系っていうの。あなたを食べちゃおうかな。今から会わないか。やっと誘ってくれたのね。ようやく会えるのね。私の体もうこんなに熱くなってる。責任取ってよ。じゃあお楽しみは後でね。どんな体型をしているんだ。スタイルか。最近ちょっとブラがきつくなってきちゃって、新しいの買わなくちゃ。私何言ってるんだろう。もう変なこと聞かないでよ。するとどんな顔をしているんだ。私のこと知りたいの？色っぽい顔してるねって言われるよ。なんで？私だってもう大人の女なんだよ。気持ちを変えないよ。今から会わないか。いいよ。へえ、そんなに私と会いたいんだ。嘘嘘、私も会いたいよ。行く行く、どこにでも行っちゃうよ。
どんな体型をしているんだ。スタイルですか。運動が好きなので体は引き締まってる方かもしれないですね。痛くしないでくださいよ。私何言ってんだろう。もう変なこと聞かないでくださいよ。どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い子が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう思いますか。何をすればいい。今から会わないか。今からですか。私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすっごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。仕事は何をしているんだ。 OL です。制服可愛いんですよ。がっちりだな。男らしいんですね。若そうだな。ピッチピチだよ。野球かな。私もよく見に行くよ。育ちが良さそうだな。そうかな。肌地だ。本当？もっと上かと思った。やりませんよね。緊張してるかもな。私もです。同じですね。興味ありませんよね。優しそうだな。ありがとうございます。かわいい声してるな。またまた、うまいですね。お前だ。お上手ですね。話してて楽しいな。私ももっと話そう。ああ、甘えてくれ。甘えちゃうぞ。癒されるな。癒しちゃうよ。体には自信あるのか。私、脱いだらすっごいんだよ。カラオケに行こうか。話しやすいな。本当？嬉しいな。早く。チャームポイントはどこだ。口かな。なんか想像しちゃった。お前かもな。本気にしちゃうよ。他の人のこと考えてるでしょ。不動産関係だ。あだ名だな。呼びたい。運命を感じるな。私も感じちゃうかも。俺ももっと話したいな。もっともっと。モテるだろう。全然モテないですよ。初キスの相手は、お父さんです。もっと話したいな。
私もたくさんお話ししたいです。